ラジオドラマで聞く名作文学。太郎は長い間病気で伏していましたが、ようやく床から離れて出られるようになりました。けれどまだ3月の末で、朝と晩には寒いことがありました。だから日の当たっている時には外へ出ても差し支えなかったのですけれど、晩方になると早く家へ入るようにお母さんから言い聞かされていました。金の輪、小川未明。まだ桜の花も桃の花も咲くには早うございましたけれど、梅だけが垣根の際に咲いていました。そして雪も大抵消えてしまって、ただ大きな寺の裏や畑の隅のところなどに幾分か消えずに残っているくらいのものでありました。太郎は外に出ましたけれど、往来にはちょうど誰も友達が遊んでいませんでした。みんな天気が良いので遠くの方まで遊びに行ったものと見えます。近くで遊んでいる子がいたら行ってみよう。耳を澄ましてみましたけれど、それらしい声などは聞こえなかったのであります。一人しょんぼりとして太郎は家の前に立っていましたが、畑には去年取り残した野菜などが新しく緑色の芽を吹きましたので、それを見ながら細い道を歩いていました。すると良い金の輪の触れ合う音がして、ちょうど鈴を鳴らすように聞こえてきました。彼方を見ますと、往来の上を一人の少年が輪を回しながら走ってきました。そしてその輪は金色に光っていました。太郎は目を見張りました。かつてこんなに美しく光る輪を見なかったからであります。しかも少年の回してくる金の輪は二つで、それが互いに触れ合って良い音色を立てるのであります。太郎はかつてこんなに手際よく輪を回す少年を見たことがありません。一体誰だろう。彼方の往来を走ってゆく少年の顔を眺めましたが、全く見覚えのない少年でありました。この知らぬ少年はその往来を過ぎるときに、ちょっと太郎の方を向いて微笑しました。ちょうど知った友達に向かってするように懐かしげに見えました。輪を回してゆく少年の姿はやがて白い道の方に消えてしまいました。けれど太郎はいつまでも立ってその行方を見守っていました。誰だろう。いつこの村へ越してきたのだろう。それとも遠い町の方から遊びに来たのだろうか。あくる日の午後、太郎はまた畑の中に出てみました。するとちょうど昨日と同じ時刻に輪の鳴る音が聞こえてきました。太郎は彼方の往来を見ますと、少年が二つの輪を回して走ってきました。その輪は金色に輝いて見えました。少年はその往来を過ぎるときにこちらを向いて、昨日よりも一層懐かしげに微笑んだのであります。そして
何か言いたげな様子をして、ちょっと首をかしげましたが、ついそのまま行ってしまいました。太郎は畑の中に立って、しょんぼりとして、少年の行方を見送りました。いつしかその姿は、白い道の彼方に消えてしまったのです。けれど、いつまでもその少年の白い顔と、微笑とが太郎の目に残っていて、取れませんでした。一体、誰だろう。太郎は不思議に思えてなりませんでした。今まで一度も見たことがない少年だけれど、なんとなく、一番親しい友達のような気がして、ならなかったのです。明日は、何か話しかけてみよう。明日ばかりは、物を言ってお友達になろうと、いろいろ空想を描きました。やがて、西の空が赤くなって、日暮れ方になりましたから、太郎は家の中に入りました。お母さん、二日も同じ時刻に金の輪を回して走っている子がいたんだ。その晩、太郎はお母さんに少年のことを語りましたが、お母さんは信じませんでした。太郎は少年と友達になって、自分は少年から金の輪を一つ分けてもらって、往来の上を二人でどこまでも走ってゆく夢を見ました。そして、いつしか二人は赤い夕焼け空の中に入ってしまった夢を見ました。あくる日から、太郎はまた熱が出ました。そして、二三日目に七つで亡くなりました。聞くドラは、YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録、お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。